内外の大会で活躍する多くのジュニアゴルファーをはじめ、75人のアマチュア選手が出場した沖縄女子ゴルフ選手権。初日、唯一のアンダーパーをマークし、4アンダーからスタートした吉崎は、今日も安定したショットでチャンスメイクします。後半バックナインに入り、さらにスコアを伸ばすと、迎えた最終18番。見事バーディーフィニッシュでトータル8アンダー、嬉しい初優勝を飾りました。最終ホールはもうバーディーを取ってガッツポーズして優勝するっていうイメージを持って、もう今日は2日目に挑んだので、もうそれが実現できたのはとても良かったかなっていうふうに思います。世界で優勝できるような選手になりたいなっていうふうに思います。このほか、宜野座高校の越岡和理選手が2位、エナジックスポーツ高等学院の中村あずさ選手が3位に入りました。